シリベシ北部シリベシ東部ソラチ北部ソラチ中部上川北部上川中部門別地方震度四を観測した地域をお伝えしていますイブリ西部日高西部根室北部根室南部津軽北部青森県三八上北青森県下北岩手県沿岸北部岩手県内陸北部です 海底の様子や地形によっては津波はさらに数倍の高さになることがあります津波警報が出ているのは北海道の太平洋沿岸東部そして北海道の太平洋沿岸中部の沿岸です現在画面では北海道の広町の現在の様子をご覧いただいていますテレビの画面では現在北海道の広町の中継の映像です都下地港の近くに設置したカメラの映像をご覧いただいています この映像を見る限り今港の中を船が少しずつ動いているものを見えます北海道の広労長役場の警備員の談話では激しい揺れだった町役場のホールにある非常灯が落下したりしている被害の状況はわからない現在町の職員が役場に向かっていると話しています北海道の広労長役場の警備員ではの話では激しい揺れだった 町役場のホールにある非常灯が落下したりしている。被害の状況はわからない。現在、町の職員が役場に向かっていると話しています。先ほど午前4時50分ごろ、北海道地方で強い地震がありました。沿岸に津波警報と津波注意報が出ています。 津波の到達予想時刻と予想される津波の高さ次の通りです時刻はあくまでも目安で実際にはもっと早く到達する恐れがありますこれらの沿岸では津波による被害が出る恐れがあります海岸付近の方は安全な高台に避難してください現在画面は北海道広尾町の現在の様子をお伝えしています広尾町の十勝港の近くに設置したカメラの映像です 港の中を慌ただしく船が出入りしているのが見えます海岸付近の方は安全な高台に避難してください海岸や河口に近い川沿いなどに様子を見に行ったりするのは大変危険ですから控えてください予想される津波の高さは高いところで2メートルに達する見込みです海底の様子や地形によっては津波はさらに数倍の高さになることがあります 現在テレビの画面でご覧いただいているのは北海道広町現在の様子です十勝湖を近くに設置したカメラの映像をご覧いただいています津波警報が出ているのは北海道の太平洋沿岸東部と北海道の太平洋沿岸中部の沿岸ですこれらの地域の海岸にも近づかないようにしてください NHK は津波関係の情報を引き続きお伝えします 先ほど午前4時50分頃、午前4時50分頃、北海道地方で強い地震がありました。津波の到達予想時刻と予想される津波の高さ、次の通りです。現在、津波警報は北海道の太平洋沿岸東部と北海道の太平洋沿岸中部に出ています。 現在画面では北海道の広町の十勝湖を近くに設置したカメラの映像をご覧いただいています港の様子ですが特に波頭が白くなっている様子はこの画面からは見ることがありません港の中慌ただしく船が移動しているのが見えます先ほど午前4時50分ごろ北海道地方で強い地震がありましたこの地震の影響で 北海道の沿岸から東北の沿岸にかけて津波警報と津波注意報が出ています現在津波警報が出ているのは北海道の太平洋沿岸東部と北海道の太平洋沿岸中部ですえ津波が到達する到達予測時刻は北海道の太平洋沿岸東部はすでに津波が到達したと推測されています予想される津波の高さが一メートルです また北海道の太平洋沿岸中部すでに津波が到達したと推測されます。予想される津波の高さは2メートルです。また津波注意報が出ているのは青森県の太平洋沿岸、北海道の太平洋の沿岸西部、北海道の太平洋沿岸西部、そして岩手県、宮城県、青森県の日本海沿岸、福島県です。 津波注意報が出ている地域の津波の到達予測時刻と予想される津波の高さです。青森県の太平洋沿岸はすで、えー、に時刻過ぎております。午前5時10分で、えー、津波の予想される高さは50センチです。また、北海道の太平洋沿岸西部は午前5時20分に津波が到達すると予測されます。予想される津波の高さは50センチです。 また岩手県は午前5時20分に津波が到達すると予測されます予想される津波の高さは50センチです宮城県は午前5時30分に津波が到達すると予測されます予想される津波の高さは50センチです青森県の日本海沿岸は午前5時50分に津波が到達すると予測されます予想される津波の高さは50センチです 福島県は午前6時に津波が到達すると予測されます予想される津波の高さは50センチです先ほど午前5時10分ごろ北海道地方で地震がありました津波の津波警報が出ているのは現在北海道の太平洋沿岸東部そして北海道の太平洋沿岸中部です 先ほど午前4時50分ごろ北海道地方で地震がありました現在津波警報が北海道の太平洋沿岸東部と北海道の太平洋沿岸中部に出ています現在テレビの画面では北海道広労町の十勝港近くに設置したカメラの映像をご覧いただいています港の中を慌ただしく船が行き交うす映像が入っています これは現在テレビご覧いただいている映像は現在の様子です。現在津波警報が出ているの地震あって10分ぐらいで来たうん。分かった。したんですか。お,おどはしない。何かもアナウンスされているわけですね。あのー、15分頃にですね、はいえー、防災無線で警報発令あの発令してること発令されていることをですね。はい。 連絡はしてます。あ、えっ、ー、と午前5時15分に防災無線で発令されたと。え、はい、情報を発令していると、はい、地域の皆様にですね。えー、それ以前に、はい、あの消防の方で対応はしてます。あ、そうですか。はい、はい。現在のところですね、えっ、ー、とけが人とか、あるいは建物や道路の被害などの情報入ってますでしょうか。えー、あの確認してません。そうですか。はい、あと消防や警察からの情報というのは役割とこてありますか。今とですね、あのー、歩いてる、あの。 巡回している中ではですね、はい、そういった状況はないことは確認してますそこ、はい、の方からあ、そうですかはいわ、はい、かりましたあとですね、えー、おしまいにライフラインなんですけれども今、はい、役場の方が停電になっているということですねちょっと町内的には停電になっていると思います町内的にも停電になっているのではないかということですねあとその他のガス水道電話についてはどうでしょうかえっとー水道もですね、はい、今確認中ですけども、はい、一部ちょっと影響出てるのかなというふうに 考えてます。すはい。はい。わかりました。あのこの後も余震があるかもしれませんし、また津波の影響などもあるかもしれませんのでお気をつけてください。わかりました、はい。どうもありがとうございました。どうも失礼しましはい。浦川町役場総務課の高木茂樹さんにえお話を伺いました。えそれではここでえー、と NHK の札幌放送局を読みたいと思います。を沿岸チューブです。 えー、津波警報が発令されている北海道の太平洋沿岸東部はすでに津波が到達したと推測されます予想される津波の高さは1メートルですまた北海道の太平洋沿岸中部もすでに津波が到達したと推測されます予想される津波の高さは2メートルですテレビの画面では現在北海道の広町都価地区近くに設置したカメラからの映像をご覧いただいています また津波注意報が出ているのは青森県の太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸西部、そして岩手県、宮城県、青森県の日本海沿岸、福島県です。津波注意報が出ている地域、津波注意報が出ている青森県の太平洋沿岸はすでに時刻過ぎていますが、午前5時10分に津波が到達したと予測されます。予想される津波の高さは50センチです。 また北海道の太平洋用のテープなどが散乱しました午前4時50分ごろ北海道地方で強い地震がありました現在津波警報が出ています津波の到達予想時刻と予想される津波の高さはあ時刻などはあくまでも目安です実際にはもっと早く到達する恐れもありますので注意をしてください 津波警報が出ている地域の海岸や河口付近にいる方は安全な高いところに避難をしてください津波が来る危険があります津波は猛スピードで押し寄せできます一度だけでなく何度も繰り返し来る可能性もあります津波警報が解除されるまでは海岸や河口付近には近づかないでください津波警報が解除されるまでは海岸や河口付近には近づかないでください 現在、えー、北海道の広労町の様子が映し出されています現在北海道には津波警報が出ています津波警報が出ている地域の海岸や河口付近にいる方は安全な高いところにとです映像は北海道の広労町の様子に切り替わっています,んいいます井出光甲山とまこまい製油所 の原油の貯蔵タンクの付近からは日高中部で震度5強胆振中東部青森県の下北で震度5弱です津波に警戒してください海岸付近に絶対近づかないようにしてください今画面では北海道広尾町の港を映しています北海道広尾町の十勝港近くに設置したカメラの映像です震度6弱が日高の東部 震度5強日高中部胆振中東部と青森県の下北で震度5弱の地震を観測しましたそれでは札幌のスタジオからお伝えします札幌どうぞでは北海道の情報をお伝えします現在映っているのは広尾町の様子です現在北海道津波警報が出ています 津波警報が出ている地域の海岸や河口付近にいる方は安全な高い場所に避難をしてください津波が来る危険があります津波は猛スピードで押し寄せ一度だけではなく何度も繰り返し来る恐れがあります津波警報が解除されるまでは海岸や河口付近には近づかないでください高台などに避難をしてください津波警報が解除されるまでは海岸や河口付近には近づかないで 高台などに避難をしてくださいこの後も津波関係の新しい情報が入り次第お伝えします先ほど札幌でも揺れを感じましたこの札幌のスタジオの中でも揺れを感じました揺れは30秒から1分余り続きましたはじめ小さな揺れからその後ゆさゆさと揺さぶられるような大きな横揺れが30秒から1分近く続きましたただ棚のものなどが落ちるなどは のことは札幌放送局の中ではありませんでした現在北海道東部太平洋に面した広労長の様子が映し出されています現在津波警報が出ています海岸や河口付近などには近寄らないでください高台などに避難をするようにお願いいたしますまた慌てずに行動をしてくださいこの後も余震がある恐れがありますので十分に注意をしてください